やめじゃにがジャニーズの曲を歌える時代になった。平野紫耀、神宮じん太たも病読み、病読み山下智久、元金プリ岩橋源樹も、帝国の崩壊も関係ジャニーズ事務所は長い歴史と多くのアイドルグループを輩出してきましたが、最近の出来事から見ると、新たな時代が幕を開けているようです。 元キングプリンスへの岩橋玄樹が行った全国ツアーでの驚きのパフォーマンス、そして山下智久と小山圭一郎の再会がファンにとって新たな可能性を予感させます。9月6日、岩橋玄樹は東京のゼップ羽田で行われた彼のツアーイベント、ジェンキー・アイ・オシート2023アイム・エイ・ポ s プス r でファンを魅了しました。 多くの曲が披露されましたが、アンコールでのパフォーマンスが特に注目を集めました。岩橋は、I'm a p o p s t a というツアータイトルに加えて、もう一つのテーマとして、絆、と前置きし、King&Prince への楽曲である King and Prince、King&Prince Queen、Queen&Prince、通称、K、KPQP を歌いました。 KPQP は今年3月に行われた楽曲投票企画国民投票みんなで作ろうキングプリンスベストアルバムで1位に選ばれた特に人気の高い曲です。ステージでは6人時代のキングプリンスをイメージした6色の照明が使われファンを感動させました。この驚きのパフォーマンスにキンプリのファンからは喜びの声が相次ぎました。 さらに、ジャニーズ事務所を退所した岩橋が当時の楽曲を歌ったことから、今後の可能性についての期待も高まっています。山下智久も、独立後初のコンサートツアー、智久山下アリーナップ2023スイートビジョンで注目を集めました。このツアーでは、山下が出演したドラマの主題歌や、ジャニーズ時代のソロ曲をカバーしました。 音楽の著作権を管理するジャスラクに使用料を支払うことで、ジャニーズ時代の楽曲をライブで歌うことが可能となりました。ジャニーズ事務所の弱体化の影響も考えられる中、山下智久と小山圭一郎の再会も話題となりました。山下はジャニーズ時代、ニュースに所属していましたが、独立後もつながりを持っていることが明らかになりました。 ジャニーズ事務所は近年問題が相次いでおり、再発防止特別チームが設立され、藤島ジュリー稽子社長の辞任も提言されています。今後の展開に注目が集まっていますが、ジャニーズのアーティストたちは新たな可能性に向けて進化し、ファンを魅了し続けています。 これらの出来事から見ると、ジャニーズの未来は明るく、ファンにとっても楽しみな時代が始まっていることは間違いありません。岩橋玄樹の KPQP 歌唱や山下智久の再会など、ジャニーズのアーティストたちは新たな可能性を切り開いているようです。今後の展開に期待しましょう。